お花の色付けが終わりました。次は葉っぱの葉脈や茎を描いていきます。色はミニバラの時と同様、濃いピンクと黒を混ぜた色を使います。そしてその葉脈の線が乾くまで10分ほど休みます。そして今度は葉っぱの色をつけていきます。では始めます。はい、葉脈の線と茎の線終わりました。これから10分ほど乾かします。では10分休みましたので、葉っぱの色を線の上につけていきます。
最後に白いバラを周りについている緑や紫のお花などを綿棒で取りました。そして白いバラはさらにそうすると浮いて上に乗って見えますので、それは最後にいたしました。次に、リボンに行きます。はい、これでリボンができました。次は影になるお花や葉っぱを描きます。このような薄い色で描いてあるものです。こういうものがあると絵に奥行きが出てとても美しく見えます。ではどこにその影のお花や葉っぱを描くかを決めていきます。まずこちらが真ん中の一番上なので、ここから下ろすようにしてみます。ではこんな風にしてみます。